それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。アルーリングウェイ好スタート、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがアルーリングウェイ。アルーリングウェイ先手を取りました。その外からモズゴールドバレル、ウィンシャーロット、すぐ後ろこれに続いてモズメイメイ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。ここでウィンシャーロット先頭に変わりました。2番手はアルーリングウェイ、モズゴールドバレル。3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はウィンシャーロット、アルーリングウェイ続いています。その外からはメイケイエール。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのはメイケイエール、後続も横いっぱいに広がっている。残り 200m、 先頭はメイケイエール、2番手はソーダズリング、メイケイエール先頭だ。メイケイエール、メイケイエール1着、2着はソーダズリング、3着にプレサーシュリフト、勝ったのはメイケイエール。このレースを制したのはメイケイエール。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。モズメイメイ前に行きそうです。先手を取ったのはウィンシャーロット、アルーリングウェイすぐ後ろ、その外からモズゴールドバレル。さあ京都競馬場3コーナーの坂を上り、さあ先頭はまだ5番ウィンシャーロット、モズゴールドバレル、ほとんど差がありません。モズメイメイ3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はウィンシャーロット、モズゴールドバレル、その後ろモズメイメイ、その後ろ離れてアルーリングウェイ、プレサーシュリフト、その後ろ、その外からはメイケイエール、ソーダズリング続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウィンシャーロット先頭、1馬身から2馬身引き離す。プレサーシュリフト手応えは悪くありません。前を捉えられるか。200を切った。ナムラクレア抜けた。一気にシングルズアップソング、ナムラクレア、ナムラクレア1着、2着にはどうやらシングルズアップソング、ナムラクレア、見事このレースを制しました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはモズゴールドバレル、綺麗なスタートを切りました。11番モズゴールドバレル行きました。先手を取ったのはウィンシャーロット、モズメイメイ、それに続いていますプレサーシュリフト、そのうちに続いています。さあ京都競馬場3コーナーの坂を上り、さあ先頭はまだ5番ウィンシャーロット、ここで先頭が入れ替わりました。モズゴールドバレル、ウィンシャーロット、2番手に控えましたモズメイメイ、3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はウィンシャーロット、モズゴールドバレル、その後ろ、その外からはモズメイメイ、離れてアルーリングウェイ、その外からはジューンオレンジ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ウィンシャーロット先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。あと 200m、 先頭は変わってソーダズリング、2番手はアルーリングウェイ、ソーダズリング先頭だ。ソーダズリング、ソーダズリング1着、2着はロータスランド、3着にアルーリングウェイ、勝ったのはソーダズリング。このレースを制したのはソーダズリング。スタートしました。ソーダズリング好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてソーダズリング行きました。ウィンシャーロット先手を取りました。モズゴールドバレル、それに続いています。これに続くのがモズメイメイ。さあ京都競馬場3コーナーの坂を上り、ここでモズゴールドバレル先頭に変わりました。ウィンシャーロット、ほとんど差がありません。ソーダズリング3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はモズゴールドバレル、その隣からはウィンシャーロット、ソーダズリング続いています。間が空いてアルーリングウェイ、その外からはメイケイエール、プレサーシュリフト続いています。グランデドロップオブライト、4コーナーをカーブして、さあこれからです。モズゴールドバレル先頭、内からウィンシャーロット、外からジューンオレンジ、あと 200m。 さあ先頭は今度はジューンオレンジ、2番手はドロップオブライト、ロータスランド、ゴーリン、2着にはどうやらジューンオレンジ、3着にドロップオブライト、ロータスランド、見事このレースを制しました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアルーリングウェイ、綺麗なスタートを切りました。アルーリングウェイこの辺りも前へ行きます。先手を取ったのはアルーリングウェイ、赤の帽子ウィンシャーロット、
その後ろ、その外からゴズボールドバレル。さあ京都競馬場3コーナーの坂を上り、この辺りで先頭が変わりました。ゴズボールドバレル、アルーリングウェイ、ほとんど差がありません。ウィンシャーロット3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はモズゴールドバレル、アルーリングウェイ続いています。ウィンシャーロット、その後ろモズメイメイ続いています。内からはブレサーシュリフト、その隣からはジューンオレンジ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭はメイケイエール、ブレサーシュリフト、ようやく上がってきた。先頭変わってプレサーシュリーフと、残り 200m 後続を引き離す。プレサーシュリーフと足色は衰えません。プレサーシュリーフと1着、プレサーシュリーフと完勝。2着はペンハッピーローズ、プレサーシュリーフと見事このレースを制しました。スタートしました。好スタートを決めたのはラムラクレア、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてラムラクレア行きました。先手を取ったのはラムラクレア、ウィンシャーロット、そのうちに続いています。これに続いてモズゴールドバレル。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。ここでウィンシャーロット、先頭に変わりました。ラムラクレア、ほとんど差がありません。後続も追い上げていきます。さあ先頭はメイケイエール、ウィンシャーロット、続いています。ラムラクレア、続いています。モズゴールドバレル、続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はウィンシャーロット、後続とは3馬身以上、その差は縮まらない。残り 200m、 ウィンシャーロット後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。先頭はウィンシャーロット、1着でゴール。2着はロータスランド、3着にアルーリングで、勝ったのはウィンシャーロット。このレースを制したのはウィンシャーロット。スタートしました。ソーダズリング、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがソーダズリング、先手を取ったのはソーダズリング、内からはウィンシャーロット、その外にモズゴールドバレル、モズメイメイ、それに続いています。さあ坂の上りから下りにかかって、ここでウィンシャーロット先頭に変わりました。モズゴールドバレル、ほとんど差がありません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はウィンシャーロット、ソーダズリング続いています。並んでモズゴールドバレル、離れてアルーリングウェイ、ブレサーシュリフト、その後ろメイケイエール、その後ろ、その外からはスリーパーダ、内からはドロップオブライト。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ウィンシャーロット先頭、それを追って外からラムラクレア、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はラムラクレア、一気にシングルザップソング、ラムラクレア、ラムラクレア、1着、2着は微妙です。ラムラクレア見事このレースを制しました。